Thank you.
にこれ。ほうれん草。美味しそう。お腹に優しい。いただきます。美味しい。美味しいね。子供でも食べれそう。パンつけて食べて。これ美味しそう。何これ、味付けしたの？したもちろんしたよ。いや違う、なんか、プロみたいだね。ドレッシングじゃない？マヨネーズとオリーブオイルと塩コショウだけ。あ、そうなの？ちゃんとも合う。美味しい、この卵とブロッコリー。アボカド入ってる？アボカドがちょっとまとめてるのかな。まだあるのか。あるよ。取ってくるかな。とっても大きくなってた。薄めに。牛乳とオレンジ。じゃがいもと玉ねぎ。あ、じゃがいもか。
さん、今週も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今日はなんかいろいろとちょっと目をつけていたものをルミネで買ってきたんですけど、ずっとフットネイルはマニキュアで私やっているんですけど、なんだかんだいつも迷ってこのオサジの暖色系のカラーが可愛くて買っちゃうので、もしねオサジのマニキュアとか近くで売っているところがあったら同じカラー見てみてください。結構私が今塗っているネイルと色は今回買ったの近いかなというふうに思います。今日つけてたヒンスのリップの上にこのオサジで買ったイエローのリップを塗ってるんですけど、なんか保湿力もあるんですけど結構パラッとしてて、イエローカラーはイエベさんに合うなと思うので、こちらもすごいおすすめです。ね、よくアクセサリーもどこで買ってるのかっていうのを聞いていただくんですけど、何回かご紹介もしたんですが、そのジュエッテっていうエテの姉妹ブランドのジュエリーブランドで、私よくジュエリーを買うことが多くて、で今回は珍しくシルバー系のリングを買ってみたんですけど、結構ゴールドとシルバーをこうやって組み合わせるのも今っぽくて可愛いかなと思うので、ジュエッテもすごいおすすめです。今つけてるリングほとんどがジュエッテですね。この結婚指輪とロエベでプレゼントでもらった指輪以外はなんだかんだ全部ジュエッテで買ってるなっていう風に思うので、保証とかもついててお直しもしてくれるので、すごい私は1万円とか2万円とかそのぐらいで手軽に買えるおすすめのジュエリーブランドです。本屋さんもいつもルミネに行くと私寄っちゃうんですけど、今日もちょっと小説を2冊また読んだら感想とかどこかでお伝えしようかなというふうに思うんですけど、やっぱりインテリア系の雑誌こういうふうに買っちゃうんですけど、よく買うのはブルータスのインテリア特集かアンドプレミアムとかの、まあ、それも食器だったりとかインテリア特集のものをすごい買うことが多くて、デジタルマガジンとか今流行っていると思うんですけど、私は結構そういうインスピレーションとか受けたいなって思うものはこういう雑誌でパラパラってめくった方がなんかこう気分がいいので雑誌で買うことが多いです。髪もねちょっと美容院に行ってちょっとイメチェンしてみたんですけど、どうでしょう、少しねカラーをダークレッドみたいな色にしてみて、ちょっとまだ色が抜けてないので暗いかなというふうに思うんですけど、すごい私は気に入っていて、前髪もちょっと今までシースルー前髪にしてたんですが、量をここら辺カットして少し増やして重ためのちょっとモードっぽい感じの前髪にしてみました。結構ね私自分にとってはイメチェンだったのでどうかなっていう感じなんですけど、髪を結構いい感じについていただいて、なんかモードっぽい重みのあるヘアなんですけど、こういうバレッタとかで留められるような長さまで切ってもらったので、すごい今後アレンジが楽しみだなって思ってますね。先週皆さんからこのおまけコーナーの名前を募集していろいろこうアイデアをいただいたんですけど、本当にたくさんいただいてまずありがとうございました。でその中でいろいろこういいなと思うのが多くて迷ったんですけど、このおまけコーナーの名前はニコのティールームがいいかなっていうふうに思って採用させていただきました。なんかねよくインスタライブでは夜のお茶会っていうのを開かせてもらってるんですけど、なんかお茶会ってもっとこうカジュアルなイメージで、なんかティールームはこう皆さんをなんか我が家にお招きしたというようなそんなイメージがこう湧いたので、ティールームがいいかなっていうふうに思っています。考えてくださった視聴者さんありがとうございます。そこで以前から視聴者さんの総称みたいな、まあ、ファンネームっていうんですかね、作ってもらいたいっていう風なご希望をいただくことも多くて、今これも2つちょっと悩んでいるものがあって、1つはお茶友なんかお茶会をよく開いているので、なんか皆さんがお茶友達みたいな感覚で私はいるので、お茶友でいいかなと思いつつ、もう一つはルームメイト、なんかこう皆さんとお家でこうつながっているみたいな感覚があるので、ティールームのルームにかけてルームメイトみたいな、メイトさんみたいな感じでお呼びするのがすごいいいかなとも思ってます。お茶友、ルームメイト、
どっちがいいかちょっとコメント欄で教えてもらえるとすごい嬉しいです。うん、でもルームメイトってなんか可愛いしな、悩みますね。前回までのこのティールームでは皆さんのお悩みにお答えするっていうような内容だったと思うんですけど、今週はちょっと普段私が考えていることをシェアできたらなというふうに思っています。トークテーマとしては立ち止まるスキルを磨くということについてです。一度以前の動画で聞かれた方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、余白時間を持つこともスキルの一つっていうお話をさせていただきました。その考え方っていうのは、私が以前断食道場っていうちょっとこう心も体もデトックスするっていう施設に泊まったことがあって、道の方にある安らぎの里っていうところなんですけど、なんかそこが2泊3日とかした後に最後にこう面談みたいなものでそこで館長さんから、私がこうバリバリ働いてこう本詰めてた時に、余白時間を持つこともスキルの一つですよっていう考え方を教えてもらったんですね。で本当にその時私はなんかもうとにかく行動して結果を出してっていうことをしないと自分に価値がないっていう風に思い込んでたので、すごく私にとってはその時新しい価値観というか、そうあっていいんだ、それをスキルと捉えていいんだっていう風にすごく安心できた言葉だったので、なんかこのチャンネルを通してな考え方っていうのをお伝えしていけたらいいなというふうに思っています。本当にね、いろんなこうビジネス本だったりとか自己啓発本だったりとか、やっぱり行き詰まるところを、行動せよみたいなことがよく書かれているかなというふうに思うんですけど、行動するためにはやっぱり一回立ち止まって、その自分がどういう道を進むのかっていう地図を描かないと、どうしてもこう道に迷っちゃう。でその迷っていることに対して、疲弊していってしまうっていうことがすごく多いのかなというふうに思っています。なんかね、何回かこうお悩みの募集だったりとかさせていただいて、すごいこう共通してるなっていうふうに思うのが、やっぱり皆さん行動できないことに対してのジレンマを抱えていらっしゃる方がすごい多いなと思って、わかるっていうふうに私もね、当時すごいそのジレンマで、なんだろう、モヤモヤイライラすることが多かったので、真面目な方こそ多分そういう風に一生懸命になっちゃう傾向が強いかなという風に思うので、そうやって立ち止まること自体もこうスキル、人生を生きていく上でのスキルの一つっていう風に捉えると、なんかちょっとこう肩の荷が下りたような気持ちになるかなという風に思います。なんかこう人でも物でもその理想って皆さんあると思うんですね、それぞれ。でそういう時にそれにこう近づきたいんだけど、その前に理想と、今の自分の現実みたいなのを比較しちゃうことで感情的に落ち込んでしまう方がすごい多いのかなというふうに思っていて、この状態で比べてしまうとこうネガティブになっちゃうのは当たり前だと思うんです。なので感情的にこうネガティブループに陥ってしまう前に、一度立ち止まってその理想にこう近づくためのプロセスっていうのを考える、その地図を描くっていう時間がすごく必要かなというふうに思います。ただその憧れの人とかのものとかそういうものをそのまま手に入れたいって思う考え方はちょっと危険かなとも思っていて、この人だったりにはなれないので、やっぱり自分に合った理想の叶え方っていうところを考えていかなきゃいけないのかなというふうに思います。例えば私だったら、その小学生の頃に憧れの、バンドのこうボーカリストさんがいて、その方にこうなりたいって思っても時代も違えば才能も違ったりとかして、残念ながら私には歌の才能が全くなかったので、そういったボーカリストになるっていうことはできないなっていうふうに割と若い頃から思っていました。だけど作ったもので、あんな風に人をこう感動させることはできるんじゃないかなというふうに考えて、私が得意だったのは絵を描くことだったので、じゃあ絵だったりとかものづくりを伸ばそうって思った時に、美大に通ってものづくりをするお仕事についてっていう具体的なプロセスが浮かび上がってきたように思います。なので、その私がそのチャンネル全体を通してお伝えしていきたいことの一つでもあるのが、立ち止まるスキルを伸ばすっていうことになるかなって最近考えてました。
こう立ち止まるってこうゆったりのんびり行きましょうっていう、ただそれだけのことではなくて、また頑張るための立ち止まるスキルを身につけるっていうことなのかなというふうに思います。改めてにはなるんですけれども、いつもそういう思いを込めながら動画を作っています。そういうのが伝わってるといいなってはい、いかがでしたでしょうか。少しでもこのティールームでお伝えしたことが何かこう考えたりとかチャレンジをするきっかけになればいいなというふうに思っています。それではまた来週我が家でお会いしましょう。